えー、今日出てきた3人ともなんかみんな老人ばっかしみたいな感じでですね <laughs>、えー、ちょっとなんか元気のいい若い人が出てくるんじゃないかというか、まあ、ルネッサンスだから若い、えー、研究者なり、えーまあ、歴史家が出てくるといいと思いのある方もいるかと思いますけれどもこの「ダンテフォーラムはあは松田先生が主催なさっているんですけれども。 やはりですね、老人になってしまうっていうか、ああ、まあ,あの結局どういうことかっていうと、結局ですね、今の状況っていうのは大変あの学問の状況があの非常にそのそういう傾向っていうのはあるわけです。これはどういうことかっていうと、私はま今芸術から見たアルネサンスという題を与えられたんですけれども、価値ということですね、その芸術価値 あるいは思想の価値、まあ、文学でも価値というものがまあ基本になって「ああこれは素晴らしいぞ」と「これはすごいわ」というふうにまあ皆さんおそらくフィレンツェに行かれてですねまあ優れた作品の前にしてこれはもうどうしようもないというような感じをお持ちになるまあそれ持たないとまたフィレンツェ行っても面白くないんですね。ややははりりそういうういい感受性っていうのがあるわけです、ね、ですすねからやはり あのフィレンツェに皆さん行くわけであるいはまあローマにも、まあ、ルーブルにも行くでしょうしそれからまあ奈良にも行く京都にも行くというのはそういうことなんですでそういう感動というものがなければあのやはり引きつけないわけですねその本当にそこに行ってみようとそこの前に立ってみようという気持ちを起こさせることがやはり芸術なんですねでそ,ういうそういう価値観がなければ あのやはりあのそこに行くという,うことがですねむしくなるわけですじゃあ写真で見ればいいじゃないかとテレビで見ればいいじゃないかということになるわけですねビデオはいくらでも出てるとですからその生の作品を見るというそういうことの価値観が実を言うと今の若いですね学者にだんだんなくなっているってこと皆さん先ほどポストモダンっていうちょっと状況っていうのは何か ポストモダンというのはモダンの後だ後だだってうんんじゃないんですよこれはどういうことかというと価値とかこれまでのああのまあ、我々が持っていたいろんなあこの考え方をですねもう全部捨てようとそしてとにかくポストモダンというのはあるいは価値観というものを忘れようじゃないかと。そういうこの 時代のの学問の仕方が始まっているわけですで,ですからこれはまあ、まあ、デリダとかフーコとかですね、まあ、いろんなあ論客がいたわけですが、まあ、あの彼らは基本的にそれ以前の学問の上に立ってそれを否定する解体するそういうことをやっているわけですね。で しかしその解体の喜びというものがですねデストデコントラクションというようなことそのものが非常にある種の原動力になっているわけですところが今はそれを真に受けた若者たちが真に受けたインテリたちがですねで今からもうポストモダン,モダンでいこうとそれはぶっ壊されたんだと価値観なんていうのは一体あんなあるのかないのか。 ですから今の人たちはどっちかっていうと近代ばっかしをやるわけですね。で今日お話しされているこういうちょっと古い時代っていうかですねそういうものを無視するという状況になってきているわけです。でそういうことがやはりですね一体何なのかという問題。で私たちはそういういものを あの批判するなんかやっぱり若い学者たちはですねこの新しい、えー、まあそういうことでも新しさに飛びつきますから当然そうなるわけですしかしその行方は見えてるんですね。で基本的にそういうものはマルクシーでもあるわけですねモーにもあるわけですがとにかく否定していこうと過去を否定していこうとそして、まあ、先ほど「暗黒時代」と言いましたけど「暗黒時代」と言おうと。 つまり近代が一番進んであるとそれで未来が一番いいものが来るんじゃないかということをつまり我々若者が担う文化が一番いいはずなんだというふうな文化感があるわけですよね。で,ですから価値観を否定しようとするわけですしかしみんなこういう学問の仕方とっていうのはやっぱりある種のフィクションというか虚構的なものがあるわけであの私たちには見えてるわけですね。 でこういう考え方が今いろんな意味でいろんなところに出てくるんでですからおそらく松田さんは先生はですね結局そ,のそういう人たちがこうもっと教養を持って素晴らしいものは素晴らしいものと言うことをができなくなっている若,若い学者よりもやっぱり我々のような、まあ、ある種の教養というかですね我々の時代はまあ 東大にも教養学部があったし各地に教養学部っていうのがあってですねでとにかくそういうものを少なくともあの目指して理解してそしてその上で専門をやろうというまあそういう体制があったわけですところが今はもう名前はだけは残っていっても私の今勤めてる大学は国際教養大学と称するわけですが結局そういう。 名前だけあっても何かじゃあ許容というのは何か忘れてしまうとで皆さんそらくここに来て下さっている方々は段階の世代かやはり老人まあ老人になってというかですね <laughs> しかしやっぱり死,死というものが間近になってくると何かやっぱりこうその何かをこう得ていこうとそれでやっぱり身体してたじろかない。 何者かをですね得ていこうじゃないかというやっぱりそういうある種の初動が終わりになるに違いないんですね。で実を言うとですね老人というものがこうそういうただ死を待つですね世代であるというようなことは近代の概念なんですね近代っていうか、えー、まあ現代の概念アメリカニズムと言ってもいいと思う。であの ルネッサンス時代っていう、まあ、言われる時代、まあ、僕はルネッサンスという言葉がちょっとですね問題は先ほどお二人の先生方が言ってるようにあの非常にいいアラビア文化とかあるいはこの非常に近接した文化で私はもう例えばモンゴルとかそういう東洋の文化が非常に入ってるんだという説を、まあ、すでに「光や東帆より」なんていう本で書いてるんですね。 で実を言うとアラビア文化っていうのは非常に大事である。で決してそのわざわざですねあののイタリアのギリシャやローマに戻ったよりもそういうものを通じてあのまあ、そっちにつまりギリシャやローマにですねを学んだ格好になってるわけですが実を言うとギリシャ・ローマよりもアラビア文化を通じたあの 古代なんだとということですねでギリシャ文化あのアラビア文化っていうのは何かでちょっと面白いのは私はまあレオナルド・ダ・ヴィンチを、まあ、専門にし,してますけれども4月にちょっと本を新しい本出すんですが、まあ、ぜひ買ってほしいと思うんですけれども <laughs> ほとんど売れないんですが、えー、そこにですねちょっと面白いものを付け加えたんですけども去年ですね あのレオナルドのお母さんがアラビア人ではなであったという説が出てきたんですね。これは何かというと指紋にですね、レオナルドの指紋が残ってるんですよ。あのデッサンですね。まあデッサンというのはもちろん手書きですから、あ指紋が残って残るんですね。でその指紋をよく観察あの分析したらですね、大体アラビア人の持っているあの型である。 それから60%ぐらいはまあ60%で完全ではないんですけれどもその60%ぐらいはどうもアラビア人の血が入っているということを言うわけですね。でそういう分析が出ているで私はですね当時の時,時代状況を見ていると10、まあ、5世紀中頃ですね彼が生まれたのは1452年ですけれども。で この時代がアラビア文化アラビアというものが非常に入ってきているつまりイスラム文化ですね。ということはもうこれは実際事実で私の論文にもですね15世紀のマサッチョからベルニーニ、えー、もちろんそのラファエロまでですねあのアラビア文字が書かれている部分があるんですね。 これはあの聖母誌に多いんですけれども聖母誌の縁取りにですねアアラビア文字風の模様が出てくる。でそれをまあ発表してあの、まあ、イタリア人なんかに問う点ですけどイタリア人がちょっともう見て見ぬふりしているわけですが <laughs> あの結局そういうところからつまり今もアラビアつまりイスラムとのこう戦いがありますからね。あの そういうういここととはあんまりっっちちゃゃアアラビア人文,文化をですねこの宣伝になっちゃうんでしかし私たちは私の研究でもそういうところがあったわけですけれどもですからレオナルドのお母さんがアラビア人であったということは別におかしくないし場合によってはそのイタリアにかなりそういう出稼ぎというかまあ、先ほど 移民っていう話がありましたけれどももそういういこととがあっってちっともおかしくないんでこの、ね、ベネツィアというところも含めてですねこのいろんなそういう交易があったことはベネツィア派のカルパッチョなんていうのはやっぱりもうアラビア人そのものを書いてますし、えー、ベネツィア派がやはりそういうこのおアラビアとの接触によって非常に栄えた、まあ、商業的にも栄えたことは明らかなんです。 で先ほどの,あの今道先生の始めのトレードですねそれからシチリア島もアラビア人が多いわけですねあのイスラム人が多いわけです。でそういうところからこの非常に影響を受けるっていうことはもう当然なわけです。で,ですからそういう意味でもですねレオナードのお母さんがあアラビア人であったそしてお父さんがですねあの太陽、えー、交渉人なんですねフィレンツェの。 で,ですからもう生まれたらもうその女性を捨ててしまうわけですしかしやはり後で残って他の人と結婚するわけですがカテリーナっていって後になってやはりちょっと出てくるんですねこの1492年ぐらいの彼の生涯の中で,でも,ういくもう一度出てきて彼女を埋葬するということが記録に まああるわけけですけれどもどうもやはりそういうことになるとですねレオナルドのいろんなこの絵画模様っていうものがあのやはりアラビア的であるということがちょっと面白いなというそのご存じようにレオナルドの模様ですねそれからあのサラデラ・アッセなんていうあの スポルザのですの、ね、模様なんていうのは非常に東洋的な面があるということはそれから模様だけである人間ではない人間は描かないというです、ね、そういう模様が非常に多いわけです。このでそれなんかやっぱりアラビア軌跡だということは分かるしからなぜ彼は鏡文字を書いたかというんですねあれは左吉祥だからあのそれで書いたんだと。 ししかしです、ね、どう見るとアアラビア文字っていうのもやっぱり右,右から左なんです、ね、まあそれでもってこうある種の自分をですねこのそういう半分はアラビア人だということを示したのかもしれない、まあ、いずれにしてもこういう事実が出てきているっていうことも非常にあの面白いと思う。